can start. You can continue from a previously saved game. Awesome.悟空の無事が分かってから約1年の時が過ぎた。そんな中、突如として地球に飛来した邪悪な木、それはなんとフリーザの木だった。悟空のいない今、地球の命運は絶望的と思われた。が、誰もが諦めかけていたその時、謎の少年が現れ、フリーザをあっさりと倒してしまった。少年は一足遅れで地球に戻ってきた悟空に対し、自分は未来からやってきたベジータとブルマの子供、トランクスと名乗り、3年後に恐ろしい人造人間が現れると伝えるのだった。フリーザをも圧倒したトランクスをして、恐ろしい存在と言わしめる人造人間。果たして悟空たちは勝利することができるのだろうか。ベジータ、お前、あの人造人間に勝てる見込みあるのか。とんでもない強さだぞ。当たり前だ。よく見ておきやがれ。ベジータがスーパーサイヤ人に。穏やかな心を持ってないとなれないんじゃ。穏やかだったさ。穏やかで純粋だった。ただし純粋が悪だった。自分の限界を知り、その自分への怒りで突然目覚めたスーパーサイヤ人がな。貴様らは家に帰ってミルクでも飲んでいる。俺の邪魔をせんようにな。人造人間、待っていろよ。このベジータ様が全て片付けて、この技でな。知りたいもんだ。人造人間でも恐怖に怯えるのか。サイヤ人というのは
どうも自信過剰だな。半端な奴ほどそのプライドのせいで早死にすることになる。人形のくせにガタガタ抜かしやがって、粉々にしてやるぜ。ダメージがあるのかどうか分かりやし。驚いた。ドクターゲロの言っていた情報とは大違いの強さじゃないか。なんだ、邪魔しに来たの？いいわ、やってあげる。言っておくが、俺は女だからといって手加減はせんぞ。手加減しないよ。終わりにするよ。驚いたよ。生身の人間でここまでやる手はね。孫悟空って男はもっと強いわけ。避けるな。一時
時抜かれはしたが、今は元通り俺の方が上になったはずだ。なんだ、大したことないんだね、どっちも。なんだと？貴様はベジータ、わざわざ何しに来た？まさかこの私を倒しに来たなんて冗談を言いに来たんじゃないだろう。倒しに来たんじゃない、跡形もないほどバラバラにしてやるんだ。パワーを出してその程度だったようだな。がっかりさせやがって、拍子抜けだ。チキショウ、チキショウ、完全体に、完全体になれさえすれば。ふん、完全体になれば俺に勝てるだろう。いいだろう、楽しみにしているぞ。そいつが完全体か。さあ、俺に散々やられて頭に来てるんだろ、セル。かかってこい。ベジータか。では、君が私のウォーミングアップを手伝ってくれるかな。本気にさせたいよ。
本気でやってないな。だからウォーミングアップだと言ったではないか。お前たちにはずいぶん失望させられた。だがお前たちのさらなるパワーアップを期待して武道大会を開いてやる。大サービスだ。せいぜい強くなってくれ。悟空たちのおかげでセルゲームは終わり、セルは完全に消滅した。地球はまたもや救われたのである。しかし払った犠牲も大きかった。セルとの激闘の末に死んでしまった悟空は、なんとか生き返らせようとするゴハンたちに語りかける。オラがいねえ方が地球が平和な気がすんだ。だからよ、父やゴハンには悪いんだけど生き返らせてくんなくて。いや、そしてトランクスは未来に帰っていった。新しい時代の始まりである。